縄文、片見、三遊亭河川は、落語家の名跡。四人確認されている。東大は四代目を称しているので、それに乗っ取り、台数を振った。初代を除き、三代目、三遊亭円華門下。四代目、三遊亭河川は、広島県尾道市一原田町出身の落語家。出林、末広がり。落語協会所属。本名、 桑原秀明。尾道市、立原電中学校、広島県立尾道工業高等学校卒業後、大阪でお笑い芸人を目指す。2006年3月、三代目、三遊亭演歌に入門、三遊亭学校を名乗る。演歌は、当時77歳で、江戸落語における、当時最高齢の弟子入りとなった。2009年6月、 三遊亭一家、流亭志向柳谷小太郎と共に二つ目に昇進し、歌戦と改名。2017年4月に、師匠演歌が死去、兄弟子の三遊亭若演歌遠家門下に移る。2020年3月21日からの、鈴本演芸場三月化席より、三遊亭浄介、春風亭はじめ左、三遊亭志唄、六代目玉の屋の流勢と共に、 新内に昇進した。出林は、兄弟子の四代目、三遊亭演歌が、全名の歌のスケジュダイに使用していた。我は、海の子に変更していた。出林は後に、末広がりに変更されている。なお、歌船で新内に昇進したものは初めてだが、自身は四代目と名乗っている。歌船さん落語母校に、 笑い広島のニュースと道府県別47ニュース2010年11月14日2011年6月18日閲覧令和2年春新内昇進周明披露工業一般社団法人落語協会2019年11月12日2019年12月31日の自身のツイッター投稿よりありがとうございます